エリザベス女王は常に手袋をつけています。見てください、ここ、ここ、さらにはここでも。それには2つの理由があります。まず、女王は毎日多くの人と握手します。そのため手袋を着用することで細菌にさらされにくくしているんです。結果、病気になる可能性も低くなります。女王は90代半ばなので確かに賢明ですよね。また手袋は女王のファッションの一部でもあります。独特なスタイルの一部なんです。また女王の手袋は特別に作られています。1947年から女王の手袋を担当している会社がありますが、女王用の手袋は全てこの会社で作られています。この会社の有名なクライアントには他にもテイラー・スウィフト、レディー・ガガ、リアーナ、マドンナなどの有名人がいます。僕もクライアントの一人です。似合うと思いませんか？なんて冗談。現在会社のクリエイティブディレクターは創設者の娘です。平均して女王は年間36個もの手袋を注文します。ちなみに1対の手袋の費用は140ドルです。女王は手袋を大切に使い、小さな傷があったとしても決して捨てません。中には40年以上も使われている手袋もあるそうです。通常女王はコットン起毛素材の手袋を着用します。より軽い手袋はスイス産のコットンジャージー素材で作られたものです。合成素材や革を使うことはありません。手袋の長さも非常に特殊です。親指部分は付け根から12センチメートルあり、かなり長く作られています。これは意図的に作られており、このくらい長いと手袋が袖の下に入り、女王の手首を完全に隠してくれます。ケイト・ミドルトン、アン王女、マーガレット王女などの王室の他の女性も同じブランドの手袋を着用しています。そしてそれぞれが好みを持っています。普段手袋を着用しない最も有名な王室メンバーはダイアナ妃でした。彼女は人々の手に直接触れて握手するのが好きだったんです。しかし女王でも手袋を外す必要がある場合があります。手袋は夕食の席ではマナー違反だからです。手袋を正しく外す方法があります。本物の女王のように外したければ、手袋の指を一本ずつ引っ張ってから手全体を外しましょう。外した手袋はナプキンの下の膝に置きます。エリザベス2世のスタイルというと、いろんな色の洋服が目に浮かびますよね。青？もちろん。ピンク？もちろん。緑？もちろん。オレンジ？もちろん。紫？もちろん。どんな色の洋服も女王は着たことがあります。その理由はこれが君主を代表するスタイルだからです。しかしそれだけではありません。これらの色の明るい色は女王が人々の中で目立たせてくれます。女王から遠く離れていても女王を見つけることができます。そしてより多くの人が誇らしげに女王を見たことがあると言えるんです。彼女が象徴的な洋服を着ていないとき、女王は認識しにくくなります。それについていくつかの面白い話があるんです。女王がスコットランドの邸宅で休暇を取っていた時のことです。普通の服を着て歩き回っていた女王はアメリカ人旅行客のカップルに出会いました。彼らは女王に近所に住んでいるかどうか尋ねたそうです。彼女は、はいと言いました。そうしたら彼らは、女王を見たことがありますか？と聞き、女王はいいえと言いました。そして彼女はボディーガードを指差し、でも彼は見たことがありますよと付け加えたんです。女王がこのような洋服を必要とする理由が理解できますよね。それを着ていない時はお忍びで歩き回っているようなものなんです。女王は王冠をかぶっていない時は他の王室の女性と同じように帽子をかぶっています。時々少し派手な帽子を身につけることがあります。ロイヤルプロトコルは1950年代に遡るエチケットの影響を受けています。王族や上流階級の女性が公の場で髪を見せることは不適切でした。王室は伝統に忠実であり続けるので、女性は正式なイベントで帽子をかぶらなければなりません。また帽子は結婚式のドレスコードの一部でもあります。小規模なイベントの場合、王室の女性は帽子をかぶる必要がなく髪を下ろすことができます。また午後6時以降は屋内で帽子をかぶることはできないという古いエチケットルールもあります。
この時、女性は通常イブニングドレスに着替えます。未婚の女性は頭に何もつけません。そして既婚女性はティアラをつけます。帽子の話に戻りましょう。いくつかのデザインはとても珍しいのです。例えばこれらの帽子は街中で見る帽子とは違って見えますよね。これはファシネーターと呼ばれています。デザインは装飾目的のみで、ファッションを完成させるために使用されます。ファシネーターは女性が自分自身を表現するためのもので、最も素晴らしいファシネーターを暗黙に競っているそうです。王室の人々はよく自分のスタイルと洋服を使って自分自身を表現します。ほとんどの場合、服は何かに敬意を表すために慎重に選ばれます。メーガン・マークルはオーダーメイドのドレスを着て結婚しました。その衣装は小さなディティールでカスタマイズされています。例えばベールには花が刺されていましたが、メーガンはアメリカ人なので53のイギリス連邦の花を表していました。そして女王の孫娘であるベアトリス王女が結婚した時、彼女は君主が自分の結婚式で着たガウンを着ました。王室はお金を浪費したり洋服を捨てたりするのが好きではありません。中には何十年も引き継がれた衣装もあります。例えばルイ王子は何年も前のハリー王子のスーツを着ているのが発見されています。また何世代にもわたって家族に受け継がれる毛布もあります。女王はいつもハンドバッグを持っています。考えてみれば実際には不要です。常に数人の警備員が同行しているのですから、必要なものはすべて彼らが運ぶことができます。通常女王はバッグの中に口紅や鏡などを入れています。しかしバッグを持ち歩くことはより特別な目的があるんです。女王はバッグを使ってスタッフにメッセージを送ります。女王は通常左手でバッグを持っています。しかし右に持ち替えた時、これは会話を終了したいという警備員へのシグナルになります。警備員は何かしらの言い訳を作り会話を中断させます。例えば今すぐ会わなくてはならない人がいるなど。食事中、女王は通常テーブルの下のフックにハンドバッグをかけます。しかしハンドバッグをテーブルに置いた場合、それは5分以内に夕食を終えたいということを意味します。逆にバッグを床に置いた時には会話を楽しんでいないので、誰かに介入してほしいというメッセージです。相手に水をかけて無理やり終了させるのはやりすぎみたいですね。他の王室のメンバーもバッグの裏技を使っています。例えばダイアナ妃は車から降りるとき、胸の谷間を覆うためにクラッチを使用します。ケイト・ミドルトンは通常握手をしたくないときは両手を前にしてクラッチを握ります。王室の男性と違い、王室の女性はよくドレスを着ます。では風が強く吹いたときどうやって対処するのでしょうか。王室の女性はそのような状況に備えた裏技を持っています。例えばカーテン用の重りが素材に縫い付けられており、スカートがめくれ上がるのを防げます。女王だけでなく王室の全員は厳格な王室の服装規定に従っています。例えば世界中の若者の間では当たり前の明るいマニキュアや髪染めなどは禁止されています。王室は洗練されたイメージを保つために一生懸命努力しているんです。英国王室の主なファッションのルールをいくつかご紹介しますね。王室のメンバーはナチュラルなマニキュアしか塗れません。エリザベス女王は一般的な薬局で購入できるボトル1本11ドルのマニキュアを使っています。また王室の女性は明るい口紅を使用したり濃いメイクをしたりすることは許可されていません。王室だけではなく、ゲストの女性たちも公式イベントに出席するときにはタイツを着用するのがエチケットです。ケイト・ミドルトンは靴が足から滑り落ちるのを防ぐために滑り止めのタイツを履いています。そしてメーガン・マークルは不快感を防ぐために実際のサイズより1サイズ大きいハイヒールを履き、痛みを感じることなく何時間も歩けるようにしています。短いスカートは禁止されています。最適な選択肢は膝丈のドレスとスカートです。王室は何度か規則を破ったことがありますが、基本的には守られています。王室のメンバーは自然体でなくてはならないので、変わった髪色やサイドシェービングをすることはありません。また常に綺麗に見える必要があります。ケイト・ミドルトンはそのためのちょっとしたトリックを知っています。
髪の毛が乱れないように彼女はヘアネットを使用しています。ネットは髪の色と合っているのでパッと見ても自然でわかりません。ネットのおかげで髪の毛は何時間もちゃんとセットされます。メーガン・マークルはちょっとしたコツを使って髪の毛の飛び散りを防ぎ、常に綺麗に見えるようにしています。彼女は歯ブラシにヘアスプレーをつけて髪の毛を溶かし撫でつけているんです。皆さんも試してみましょう。うまくいくはずですよ。